はい、こんにちは、吉井です。いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。今回作るのはこちらです。これガマ口です。これね、確かね、セリアで買った口金を使って、これね、合皮なんですよ。これもね、セリアで買ったやつです。これを今回作ってみたいと思います。一枚生地で作ってます。一枚生地というか、あの内生地がない、外生地だけで作ったガマ口です。ほんとね、シンプルなんですけど、最近海外の方からね、ガマ口をお題いただく機会がちょっと多くて、円安のせいかわからないんですけど、結構海外の方多いんですけれども、過去にもね、ガマ口の作り方、公開はさせていただいてるんですけれども、外生地だけで作る、合皮で作る、ガマ口の作り方の、型紙の取り方も含めてですね、ご紹介できればと思っておりますので、ご覧いただければと思います。それでは動画スタートです。今回使用する口金、こちらですね。幅がね、8センチかな、こんな感じのね、縫い付けるタイプの口金です。これを今回使います。で、本体は今回はね、合皮シンセティックレザーっていうのかな、要は偽物のレザーっていうか、まあ合皮ですね。で、型紙がないので、型紙をちょっと書いていくんですけれども、今回の動画ね、型紙の書き方みたいな感じのハウトゥー動画にもなればいいと思っているので、ぜひ参考にされてみてください。ただね、ざっくり、型紙書きたいと思うので、そこはちょっとご了承いただきたいと思います。なんか適当な用紙に書いていくんですけれども、無印良品のノートを使おう。雑ですいませんね。半分に折りの、折って、で、また広げて、こっちにまた半分に折ります。要は十字ちょっとするんですよね。ほんで、一応分かりやすいように、この十字の線をなぞるような感じで線を引っ張ります。引きます。はい、この口がねを僕はね、こう一回広げて、このような状態にして、で、ここの十字に合わせるんですよ。で、この十字の合わせ方っていうのが、このね、玉っていうか、これ何て言うんだっけ、ここの真ん中、ここね、ここがこの、Y の線軸に当たるように、で、ここの金具、これリベットっていうのかな、ここの部分がこの X 軸に当たるように、要はこう置きたいんですけど、まあ、広げた方がちょっと安定するので、このように置いていきます。こんな感じで、で、ペンを使ってこの上のね、この縁のところなぞっていきます。適当にこう、もう 片方だけでいいです。こんな感じかな。で、ここはちょっと繋げてあげて、で、これが口金の形なんですよね。で、これ後でこう半分に折って切るので、左右対称で切るので、片方だけ、今回右半面だけ描いていきますね。で、これがね、口金のね、外側のラインなんですけど、ここのね、ここのラインなんだけど、このラインってここの外側のラインじゃないですか。で、よく見るとこの生地が、袋が入る部分っていうのが分かるかな。ここまでしか入らないんですよ。ここまで入らないんですよ。いません、ここ外、ここを引いたじゃないですか。生地が入るのってここまでなんですよ。この幅があるんですよね。この幅。だからここがだいたいね、4ミリぐらいあるんですよ。4ミリ、この線より4ミリ内側にラインがあるので、生地はこの内側のラインにしたいんですよね。なので、このね、ちょっと4ミリ内側にちょっとしておきますね。わかるかな、意味が。この樹脂のこのプラスチックの外側はここなん、この線なんですけど、生地が入るところってもうちょっと内側になるんですよ。4ミリなので、4ミリ内側っていうところに印をつけて、内側にラインを切っていこうかなと。こんな感じで、ちょっと内側、4ミリ内側の線を作っていくみたいな感じかな。この線がね、要はこの内側のラインなんですよね。わかるかな、こうやって見るとわかるかなね。で、要はもう生地の線はもうこの線にします。この線ね。あとはガマ口の膨らみ、横の膨らみ、要はこれでいくと、ここの口金からここ膨らんでますよね。この膨らみ、これはもう本当好き好きです。今回はね、そうね、幅い、横 1.5 センチぐらい開こうかな。なので、ここの線ね、今新しく引いた線、ここから横幅 1.5、 ここのライン、ここのラインに縦にザッと引きますね、こう。はい、で、
この今引いた曲線あるじゃないですか。この曲線のこの曲線のこの一番尖ったところっていうのが多分この辺かな、多分この辺としましょう。でここからここの半径としてコンパスでちょっと描いていきます。このコンパスのこのコンパスのですね、このペンが入るタイプをちょっと使いますね。頂点と思われる場所とこの点ですねを半径にしてこう描きます。はい、で 1.5 の幅のこのラインとクロスした点、この点、この点とこの点を結びます。で要はこれがもう生地のラインになるみたいな感じかな、こんな感じね、緩やかな感じ。あとこの深さなんだけど、ここも好き好きです。ただ僕ね、本当シュッとしたスマートなガマ口が好きなので、僕今この今これ自分で手編みで作ったんだけど、こういう形って可愛いんだけどあんまり好きじゃないんですよ僕。シュッとしたちっちゃいやつを作りたいので、だいたい僕はですねこの口金の高さ以内にします。これが4センチぐらいなので、例えばここのリベットのところから4センチ下げたところでいこうかな、4センチのところでちょっと線を引きますね。はい、今ここがちょここ 1.5 センチの幅のところの点の線じゃないですか。で下に降りて4センチで縫い代を作りたいので、今回は縫い代は7ミリにしようかな。なのでここから7ミリのところ、7ですね、こうかな、線をちょっと引きますね。はい、でここからここはまっすぐ横に垂直に引いて、これが縫い代ですよ。ここが4センチところなので、ここからまた下に7ミリ引いていこうかな、7ミリ、こんな感じ。ここ縫い代ですよ、ここ縫い代、縫い代で、ここがあんまりカクカクしてるから、ここもちょっと丸くしようかな、 1.5 ぐらいにしようか、 1.5 ぐらいの角、ちょっと丸みを角丸にしたいので、こんな感じ。縫い代も曲線にしなきゃいけないので、こんな感じかな。要はライン、生地のラインはこう来て、で縫い代って感じ、こんな感じですね。なのでこの線をカットしていきます。半分に折ってね、縫い代も一緒にっていうか縫い代を含めた型紙を作ります。こうね、これが型紙です。こう見た方が綺麗かな。はい、こんな感じですね。こんな感じで型紙ができるので、まあこれをこう合わせていくって感じなんですけど、これが2枚必要です。表生地だけなので、まあ、両面にこう貼って長表に合わせて縫っていくみたいな感じで2枚用意してください。今回使用する材料はこちらですね。これもセリアで買ったと思う、高耐久 PU レザー 18cm×27cm ポリウレタン 100% のやつですね。これを使いたいと思います。結構しっかりしてるんですよ、ほら。後ろ、裏はねちょっと起毛したような格好になってるんだけど、結構ほらしっかりしてるでしょ。はい、型紙に沿って切りました。こんな感じですね。もうほんとこれだけです。あとはこれを縫い付けて口金にまた縫い付けていくって感じですね。それではまずこの本体をミシンで縫って作っていきます。はい、では縫っていきます。もうほんと簡単です。生地、中表に合わせます。中表に合わせてしっかりクリップなどで留めます。レザーなので、合皮なので、待ち針で刺すと穴が目立っちゃうので気をつけてくださいね。クリップが本当便利だと思います。で、今ここの縫い代の部分ですね、ここ7ミリですよ。7ミリでぐるーっとここの半周、ここ縫っていきます。で今回ねちょっとね、レザーとかを縫う太い糸でちょっと縫っていこうかなと思ってます。使用するのは、シャーペスパンの30番です。
厚で厚地用って書いてありますよね。スパンビシン30番なんで結構太いです。で下糸は同じ30番使わずに今60番の糸使ってます。下はあの細い方があのいいと思ってます、僕は個人的に、うん、正解はないかもしれないですけど、上糸が太いやつ、下糸は細いやつ使ってます、もう経験上ね、はい、では縫っていきます。7mm 縫い代 7mm です。であと次はですね、もう裏返すんですけれども、こんな感じだね、はい、はい、でこれを口金の方につけていきたいと思います。口金につけるためにこの木の中央点っていうのをちょっとつけておきますね。ここの縫い代をこう合わせて、この金のところですよね、切り込み入れると後で縫い付けるときに支障が出るかもしれないので、あのチャコで色、印つけておきます、ね、でこれを口金につけるんですけれども、口金にはめ込んで縫い付けなきゃいけないので結構ねこう不安定なんですよ。これ中心のところにこのさっきのまんま中心を合わせておいて、で固定して縫っていきたいんですよね。ここで一回縫い付けで固定をしておきます。ちょっと固定しますね。ちょっと固定していくんですけど、僕はねこのこれしつけ糸でちょっと固定をしていただきたいと思います。まず中心を合わせの、ちょっと中心からちょっとね巻きつけて固定をしておきます。何箇所かこう本当はこう真ん中と両端していただきたいと思うんですけど、結構ね布だとねフィットしやすいんだけど、合皮ってやっぱねちょっと硬いので大変なんですよね。ここに ここの縫い代がリベットのところに来るように、まあ、サイズは合わせてるの、それを基本的に守ってください。こんな感じでざっくりと留めました。であとはもう角っこからですね糸で縫っていくんですけれども、糸は先ほど使っミシンで縫って使った30番の糸を使っていきたいと思います。で縫う時はですね、この穴が全部にこうステッチを入れていきたいので、1回こちらから編んで、でまた往復します。1往復して縫っていきたいと思います。最初はねちょっとねここ固定する意味も込めて、ね、何回か往復させます。あとはもうジグザグに縫っていきますね。あのこの本体の溝にこう奥にね押し込みつつ縫っていきますよ。こんな風にジグザグっていうか、でまたジグザグで戻していく。そうするとステッチが埋まっていくみたいな感じですかね。まあ、根気よく縫っていきます。はい、とりあえずほら片方つきました。交互にステッチ入ってるの分かるかな。こんな感じで縫ってます。はい、あとはこっち側反対側も3箇所固定をして同じようにステッチ縫っていきます。きちんとステッチを入れて縫い付けました。こんな感じですね。なかなか可愛くないですか、ね、ほんと単純な無地なんだけれども、中はもう1枚生地で作ってるので、まあ、縫い代がこういう感じで見えるような感じですよね。なのでほんと内生地をほんとつけたいんですけど、まあ、今回は外生地だけで作る作り方っていうのをご紹介だったのでこうなったんですけれども、気になる方は気になるのかな、裏地がないと。同じサイズで作って貼り合わせて縫い付けるっていう手もあるとは思うんですけれども、またねあの内生地付きの合皮で作る鎌口、またね、動画機会があればお届けできればと思っております。はい、ぜひ参考にされてみてください。
はい、この動画参考になりましたら高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で、バイバイ。